ディベートとプレゼンが行われるようになる。どうやってやるんでしょうね。いや無理じゃない。4技能5領域になってるんですよね。本当にそもそもやってないでしょ、高校学校で行ってないよね。だってそういう風に習ってきてない先生たちがやるわけじゃないですか。自分が経験してないものを、中学校も A1 レベルなの日本って。放題始まりました、無茶チャンネル。さあ今回のニュースなんですけども、ニュースっていうかね、英語ついに高校でディベートとプレゼンが行われるようになるということなんで、そこについてねちょっと話したいかなと思いますね。まあ10月25日に大分県でね、ディベートだったりとかスピーチの授業を行うにあたって、どのように教えたらいいのかっていう研修が行われたってニュースになりました。どうやってやるんでしょうね、ディベートとかスピーチってね。まあ大学だったら結構やってるとこもあるし、まあ英語が好きな人がねサークルで行ったりはするんですけども、なかなか高校で行うことできるのかどうかっていうのはあるよね。まあ自分自身は大学ではありました、ディベートの授業を取ってたんでやってたんですけど、普通は難しいよね。一般の高校生がやるのはね、大変。まあちょっと選択みたいな感じで書いてあったんですけど、まあだいぶ変わりますね。指導要領も複雑になるなっていう印象ですが、自分自身やっぱり4技能を教えてきてるんでずっとですね。まあその感想というのも言おうかなと思いますね。スピーキングの授業も担当してきたんで思うことですね。いや無理じゃないって思います。だから英語の一番できる、一番上の授業でも、やっぱね、プレゼンテーションはあるんですけど、嫌がっちゃうし、できないし、ディベートなんてもってのほかだと思うんだよね。やっぱ一番上のクラスですら喋らない人いるしね、こう自分から喋りに行かないっていう人がたくさんいたし、今まで。スピーキングのクラスとかね、担当した時にマジで何も喋らない子とかいて、どうすんのこれ、スピーキングのクラスだよって思ったよね。プレゼンは来なかったですけど、その人はね、結局。いわゆる会話すらしなかった。全然。英語無理。日本語しか喋んない。本当にできるのって思うんですが、そもそもね、そう今は4技能5領域ってなってんですよね。そう4技能って言ったら、読む、聞く、話す、書くっていう風になると思うんですけど、その話すが今2つに分かれてんだよね、2つの領域。話すには、やりとりと発表っていうのがあるんですよ。で、やりとりはまあそうですね。この会話したりなんだりっていうので、発表がこのプレゼンテーションだったりなんだりなんですけど、いやー、きついよー。できんのかよーっていうのがありますよね。ちなみにどう違うのかって言ったら、まあやりとりっていうのは話し合うんだよね。まあその読んで字のごとくですね。で、それに対して発表の方はスピーチやプレゼンテーションをする活動なんだね。やりとりの方はディベート、ディスカッションっていうのが入ってるんですよね。そういう風に、まあそもそも名前も変わるんだよね。英語コミュニケーションはまだありますけど、123として存在するんだけど、論理表現123っていうのになるんですよね。そう、この英語表現ってやってたやつが論理表現で、その論理表現で話すことのところにはディベートディスカッションが入って、で話すこと発表の方にはスピーチプレゼンテーションが入るんだよね。これ大丈夫？講師側も大変じゃない？教師もできんの？相当大変だと思うんですけど、どうですか？皆様どう思われますか？まあ、少なくとも自分が4技能授業をやってきて、もう何年だろう、結構やってきてるわけですけど、5年か、5年やってきたのはきついなって感じ。活動はね楽しくできるけど、なかなかね、講習はいろんな生徒がぐわっといて、で英語できる人がバーっといて、この間なんかも半分以上が海外にいたとか、いろんなね親の国籍が違うとかっていう人が多数だった。それですごく面白かったんですけど、そういうクラスだったらまあ盛り上がってできるのはあったけど、ただ一般の高校でこんなのできるっていう感じだよね。ちょっとね、この進学指導要領の情報を見てみたいと思うんですけど、小学校の方がね、そう3、4年生はね、そう教科じゃなくて活動という風になってるんですよね。で、週1コマ、聞くこと、話すこと、やりとり、発表を中心、外国語に慣れ親しませ、学習への動機づけを高める。で、セファールの A1 レベル、英検3級等。え、こんだけやって、え、中学校も A1 レベルなの？日本って。あ、そうなんだ。この表を見てちょっとびっくりしましたけど。で、5、6年が教科になって、音声に十分慣れ親しんだ上で段階的に読むこと、書くこと、読み書きが出てくるってことですね。年間70単位に時間的に週2コマ程度。15分程度短時間学習の活用等を含めた弾力的な時間割り編成も可能。弾力的なって言うんだ、それ。いや、週1コマとか2コマで、
でできるようになるかっていうわけですよ。いや本当にいろんな人に言ってるんですけど、小学校で英会話会話してるんです子供とかっていう声聞くんですけど、週1日じゃできるようになんないでしょう。しかもその授業中本当に英語喋ってます？いやーなかなか難しい。中学校では昔は1200語だったのが1800語程度、1600から1800程度になると。なるほど。で年間140単位時間、週4コマ程度。おお、なるほどね。英検3級程度以上の生徒 42.6%、 目標 50%、 小学校の学習経験が十分に活かしきれていない、言語活動が十分でないと。ああ問題点ですかね。それがどう変わるんだ。年間140単位時間、週4コマ程度、外国語で自分自身の考え、気持ちなどを伝え合う対話的な活動を重視、具体的な課題を設定するなどして学習した語彙表現などを実際に活用する言語活動充実、授業は外国語で行うこと。ほー、そうなんだ。へー、なるほどね。ほうほうほう。全国学力学習状況調査とかっていうのがあるな。改善のための PDCA サイクル好きだよね。なんか最近いろんなところで PDCA サイクルって聞くよね。プラン、ドゥ、チェック、アクションでしたっけ。でだから今度のやつであれば A2 レベルに中学校でも行けると。今は A1 レベルで、そもそも高校自体が A1 レベルなんだ。はい。英検準2級程度以上の生徒 40.2%、 目標 50%、 学習欲、発信力に課題、言語活動が十分でない。前は1805程度だったのが1800から2500程度に上がると。語領域を総合的に扱う科目、コミュニケーション、英語コミュニケーション1、2、3、ディベートやディスカッションなどを通して発信力を高める科目群、論理表現1、2、3を設定、授業は外国で行うことを基本。本当にそもそもやってないでしょ、ここ。外国語で行ってないよね。英語を使って何ができるようになりたいという観点から、小中高等学校を通じた5つの領域の目標設定。なるほど、こういう風になってるわけですね。難しくないこれ。できるようになる。まあ、単語のね、レベルがこう、上がるっていうのはね、この高校卒業レベル4000から5005で、まあ、B1 は超えて B2 に入るぐらいを目指すっていうのはまあ悪くないけど、さあ大丈夫かな。本当にスピーキングできる、もちろん本当にできるんだったらね、何も言わないですけど、先生たちめちゃめちゃ大変じゃない。本当に可能なのか。だってそういう風に習ってきてない先生たちがやるわけじゃないですか。自分が経験してないものをこだすわけですよ。大変だと思うけどな。まあだから自分自身は英語教授法を取ったんで、セルタも取ったし、テフルっていうのも取りましたから。この間なんか誰か言われたな、なんか僕に憧れてセルタとテフルを取ってるとかって人って来たな。なんか連絡誰からだったか忘れちゃったけど、いや大変ですよ相当。それ教授法取ってるんで、やり方分かってるんで、どうやってやるとかっていうのできるんですけど、普通はできないですよ。大変ですよ。英語で教えるって大変ですしね、普通ね。その英語力が必要だから。それでいて皆に喋らせるっていうのが大変だと思う。なかなか大変だと思いますが、はい、どうなる。教育改革、なんかこれ4技能試験をやることによって、それを目標にとかって言われてて、大学入試で4技能試験って言ってたのに、それがなくなっちゃったからね、モチベーション結構大変だと思いますよね。まあちょっと問題は山積みだと思いますが、はい、ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.